はい、どうも、ユッキーです。今回も、こちら、ね、タバコ喫煙動画、若葉のリトルシガー、出ましたんで、吸っていきたいと思います。こちらが値段が360円。うん。です。エコーが、エコーの方は、350円なんで、10円ちょっと高いと。うん。エコーが思いのほかうまくって、エコーのリトルシガーの方がね、ちょっとびっくりしましたね。さて、こちら、若葉は、どうなるんでしょうか。どうなってるのか。どうなってるの、この島は。ドーナツ。はい。ここに若葉のマークがあります。やっぱ若干酸っぱい、酸味のある、酸っぱいような香りがします。吸っていきます。エコーのシガーよりも、若干風味が弱い。代わりに辛さがちょっとアップしたような感じかな。そうですね。うん。そういえばゴールデンバットのシガーは270円らしいですね。あれ、やけに安いな。まあ、北海道限定なんですけど。まあ、このゴールデンバットのシガーももう、早く全国展開してほしいんですけど。うん。やっぱりエコーの方が味は濃いですね。まあ、エコーの方が、短い。で、若葉の方が長い。まあ、キングサイズなんですけれども。まあ、だから10円高いってなってるんですが、個人的にはエコーの方が美味しい。けど、まあ、短いは短いです、確かに。
軽い感じ。エコーの軽い版みたいな感じですかね。うん。そんな感じは受けます。うん。軽くて、まあ、風味がちょっと弱い。ので、その代わり辛いっていう。うん。うんうんうん。肺に、リトルシガーです。まあ、葉巻ですから、そこまで肺に入れるもんでもないと思うんですが、航空喫煙すると、はっきりわかりますね。エコーの方が美味しいという風味が強いです。うん。まあ、うん。まあ、これも加湿、加湿して、まあ、葉巻だったらやっぱ加湿しないと、あれなんで。うん。まあ、加湿してちょっと吸ってみるっていうのは。うん。いいと思います。で、普通の若葉とちょっと吸い比べてみましょう。口の上の鼻の、ね、鼻の穴の奥のあたりが、辛い。うん。クールスモーキングしても、やっぱ辛さがありますね。圧倒的に。だからまあ、若葉も、まあ辛いっていうのがまあ良さでもあり。まあこれはもうだから、ウイスキーとかで俺はいつも加湿して、そうすると全然甘くなったりするんで、好きなんですけど。まあもうなくなってしまいましたからね。まあカートンでは買ったんですけど。エコーと若葉と、ゴールデンバットは全部カートンで買ったんですけど。まあ。そうですね。これは、紙巻きタバコと違って、これほっとくと消えますね。燃焼促進剤が多分入ってないんでしょう。うん。これは、軽い代わりに辛いんで、まあ、ちょっと、どっち向けなのかよくわかんない。まあ、上級者向けっていうか、そういった意味で言うと、エコーの方が圧倒的に、初心者向けっていうんですかね。うん。吸いやすくて、なおかつ、しっかり風味も強くて、美味しい。まあ、
まあ、でもこれでも十分美味しいと思いますよ。うん。これはこれで。うん。おそらく加湿すればもっとうまくなると思います。味がちょっと丸くなるとは思うんですよ。違う点見つけてしまったな。ああ。今までこの若葉に書いてある、これ、ここの注意文あったじゃないですか。これが、変わってますね。変わってんのかちょっとわかんないけど。20歳未満のものの、喫煙は法律で禁じられています。まあ、ここら辺は書いてあったと思うんですけど。喫煙はあなたが歯周病になる危険性を高めます。って書いてあります。で、こっち裏側は、妊娠中のうんたらかんたら。これは多分、書いてあったと思うんですけど、歯周病。はぁ、あ。歯周病で初めて聞きましたね。ああ、歯周病になる可能性あるんだ。増えるんだ。んでね、画像で見る限りだと、こう書いてあります。タバコの煙は周りの人の健康に悪影響を及ぼします。ここまではまあ、普通に書いてあったんですけど、健康増進法で禁じられている場所では、喫煙できませんって書いてあります。健康増進法なんていうのは、初めて聞いた法律ですね。ほえ、健康増進法ってなんて、なんていう、あったんですね。うん。タバコの煙はあなただけでなく、周りの人が肺がん、心筋梗塞など、虚血性心疾患、脳卒中になる可能性も高めます。っていうのは、ここら辺も多分書いてあったと思うんですけどね。歯周病、初めて聞きましたね。タバコで歯周病。マジで。まあ、最近俺があったんですけど、これ、シュミテクト。ね。なんか虫歯かなと思って、水飲んだ時にキーンとするんで、奥歯が。で、医者行ったんですけど、そしたら虫歯ではなく、なんだっけ、知覚過敏だったって。で、このシュミテクトっていうのを、試供品の方もらったんですよね。うん。で、まあ、薬局にも普通に売ってますんで、って。だいたい500円ぐらいで売ってるんです。うん。まあ、これを、まあ、勧められたんです。で、あと、電動歯ブラシを使ってるって言って、まあ、俺が使ってんのが、なんだったっけな。
なんだっけ。あ、ソニックケアですね。フィリップスのソニックケアってやつ。ね、使ってるんですけど。これ使ってますって言ったら、まあ、あ、ソニックケアはかなりいい、歯ブラシなんで、っては言われたんですけど、最初に、電動歯ブラシ使ってるんですけどって言った瞬間に、帰ってきたのが、あ、電動歯ブラシやめた方がいいです。って言われたんです。うん。おそらくこれは、電動歯ブラシの場合、まあ、歯磨き粉に、研磨剤が入ってますからね。それの、影響でしょうね、おそらく。研磨剤が。うん。これ、研磨剤が入ってるかどうかちょっとわかんないんですけど。まあ、最近ね、歯ブラシでもすごい高いやつとかあったり、ね、するじゃないですか。柔らかくて。うん。まあ、確かにあそこの方が、あっちの方がまあ、いいような気もしないでもないですね。で、あと言われたのが、毎食後、まあ、1日3食の食った後すぐに、歯を磨くこと。っていうのも言われたんです。ただし、一応、食べた後30分後に磨くのが一番いいとは言われたんですが、ぶっちゃけた話、食った後に30分後に歯を磨ける状況か、ならばいいですけど、だいたい忘れたりすると。いうことを言われて、だからもう、なるだけもう、うん、食後すぐに磨いた方がいいというふうな回答がありました。うん。さすが歯医者さん。しかも美人の女医です。すごいね、綺麗なんですよ。でね、胸を当ててくるんですね。うん。あれ多分俺に気があるんじゃねえかな。ね。そういうのは嘘ですけど。でも当ててくる人いますからね、まあ、実際。あれ勘違いしますよ、男は。でも本当に綺麗な、人でね。何歳なんだろうな、あれな。多分俺と同い年くらいだと30歳くらいだと思うんすけどね。非常に綺麗な。まあそこの歯医者さんが女医しか、女の人しかいないんですけどね。うん。で、先生がその一人いて、で、あと助手。っていう感じなんですけど。すごい綺麗なんですね。目がこう、パッチリとしていて綺麗な方で。うん、まあいいや、それはまあどうでもいいとして。若葉の、まあ若葉は、これは俺多分、買うことはない、と思います。うん。まあ、あと、加湿して、どんだけこう変わるかっていうのも、まあ、あるとは思うんで。まあ、一応、今んとこは、まあ、三つ星で。うん。また変わったら、これ、加湿して、ちょっと変わったら、四つ星とかにするかもしれないです。ということで、ご視聴ありがとうございました。